どうも。どうも。フリアジンです。おはようございます。はい。ヒカルさん、ヒカルさん、あの、はい。ヒカルさんって、散歩ってします散歩。しません。いや、おわお、してました。してた。はい。いつ、いつ頃散歩は、ま、歩くのはすごい好きなんですけど、うん。ま、前回話しました通り、チャリ買ったら、はい。チャリに乗るのが楽しくて、うん。歩かなくなりました。 ああ、なるほど。うん、じゃあ、わざわざ、なんか、その、気分転換したいなとか、なんか考え事したいなって時も、チャリ乗るって感じ確かに、そう言われると <laughs>。いわゆる散歩とは。<laughs> うん。あ、でも僕、その、なんだろう、結構ライ,ライフハックというか、なんか朝散歩してから一日始めるのが良いとか、うん、習慣みたいな意味で言うと、うん。うん 休館で散歩してたみたみいなことは多分人生でないなあーなあいんだ移動手段のついでっていういそうだね例えばあの電車とかで2駅歩く代わりに、うん、今日はちょっと気を晴らしたいから考え事したいから散歩しようみたいなことはあるけどんか恒常的にこう、うん、ルーティーンに取り入れられてることはなかったな、うん、入れたいけどねなるほどああで言うと僕もその2つ両方あって、うん、例えば電車1駅手前で降りてわざと歩いていくって っていう形で歩く機会を作りやすっていう。まあうん、その、徒歩機会の喪失と。何何何何いや、経済産業省的に言うと、徒歩機会の喪失ですね、これは。徒歩機の喪失。なるほど、はい。っていうのと、その日,日常の中で、別に、あの、必要がない。要は、移動っていう別の目的を持っていないんだけれども、その、わざと家を出て歩くっていう、 そういった形の徒歩機会の創出と、2パターンあって、うん、僕はその両方、両方やってて、特に後者というか、あの、普通の人があんまりしないであろうと思われるのは、無駄に家を出て歩くっていう。ーはーはーこっちの散歩を結構大事な散歩と位置づけて取り組んでいるんですけど。徒歩を目的とした徒歩ってことですね。<laughs> そ,うそ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 う。歩くこと自体を目的にして、だから今日もこの収録の前に25分ぐらい散歩してから、 この席についてるんですけど。あ、それは、じゃあ自己目的化した徒歩ってことですかそう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 。いや、なんかどんどん関東っぽくなってきた。<laughs> <laughs> なるほど。うん。なんか、そっか。散歩に、じゃあ、その時は何を求めて散歩されてたんですか徒歩、アズアオブジェクトは。うん、はい、何ですか <laughs> あれ、もう一回聞かなきゃいけない感じかな。<laughs> ああ、何を求める確かに。そう。僕でも、あの、電車とか嫌いなんですよね。うん、ああ、電車の回避。うん。なそれもありますね。うんうん。まあ、なんかその、考え事するなら、うん。まあ、実際は電車の中でもできるはずなんですよね。うん,う,んうん。厳密に言えば。うん。でも、なんか歩く方が良い。うん <laughs>、まあ。やっぱ徒歩って一番、なんか頭の中の、 あれですよね、モードが普段と変わる、うん、かなって思ってますね。で、なんか、あの、昔は、その、なんで徒歩散歩してるときって、頭の中のクリエイティビティがちょっとこう開かれるんだろうっていうので、うん、なんか雑音が大事なんじゃないかみたいな、雑音みたいなのが大事なんじゃないかっずっと思ってたんですよね。自然音が人を変えるみたいな。うん っていうのは、なんかベランダでボケっとしてても、いつもとちょっと脳の構造変わる気がするから。<ー>けど、なんかの論文で、それは単に血流の問題だって結論が出てるって、はは聞きましたね。うん、ははで、俺、がっかりしました。<ー>本当かなどう思うどう思う <laughs> え,え,え、めっちゃわかる。なんか、3つぐらいあると思ってて、1個は音。で、うん、2>, 2個目は視覚。視覚情報もどんどん変化するじゃないですか。確かにゆ。緩やかなんだけど。で、最後は体が動いてるっていうのが大事なのかなと思ってて、うん 結局なんか人間っていろんなものを身体でこう経験したものをこう言語化したりとかあのなんか創作に転用したりあとはその自然現象を再現するために科学が発達したみたいなことを考えるとなんか大事なのってこの手とか足が動いてることなのかなと思っててっていうのでそのこう自分の中では何か煮詰まるととか あの、会議と会議の間に30分あると、よし、これは散歩しながらこれを考えようって言って、アジェンダ1個だけ頭に入れて歩きに出るっていうのをよくやってるんですけど、すごいはかどるんですよね。めっちゃいいね、確かに。うんあ。それでも確かに正しいよね。うん。なんか僕、その <laughs>、それこそ会議と会議の合間に時間って考えたとするときに、うん。メルカリとかのオフィスに登場、 登場じゃないや。えっと、出社してたときは、あの、会議室の中をぐるぐる歩き回るっていう、なんかちょっと、<ー>な、夏の北極熊みたいな感じになって,て <laughs> <laughs> 会議室の中なの。なんか、ああ、なんかメルカリンのさ、うん、オフィスが平たくって広いからさ、オフィスの端と端歩くとかも結構良さそうだなと思ってたんですけど。うん なんか、ホワイトボードにちょっと書いたりして、でも、<ー>よく考えたら、その、ホワイトボードに書いてぐるぐるしてるあれ、あんま良くなかったなと思ってて、お<ー>明確にやっぱ書いたことに思考が縛られるんで。確かに。確かに。なんか、そこで、こう、外を散歩した方が良かったのかもしれん、うん、と今思ってた。確かに。その意味合いでも、その、ホワイトボードに書いたものに縛られるっていうのも、まさにこう、視覚情報の変化が、なんだかんだ、の思考の流動性作る上では大事みたいな、うん。あの、結論を 生み出しそうですね確かに。うん、っていう感じでよく散歩してるんですけどなんかあん散歩してる人ってそんな多くないんかもなと<い>最近思ってて多くないんじゃないですか。うん、なんかあの僕自分がしてることが世の中の一般だと思い込んでしまうタイプなんで <laughs> 結構意外だったんですよね。絶対散歩してる人の比率めっちゃ低いんじゃないですかっていうのは。うん だってなんか電車が一本届いただけでも、うん、まあ東京の話になっちゃいますけど、うんうん、あの、駅からすごい人が溢れてきて、通勤でなんかオフィスビルとかに吸い込まれていく、うん、結構、ありの行列みたいなあるじゃないですか。うんうん、あれが全ロット分の人たちっていうのがまあ存在するわけじゃないですか。<laughs> そうだね。あれが4分に1本くらいのピストンで届くわけじゃないですか。うん、あの人のこう、なんていうんですか、インフローみたいなやつが全員、 散歩したら、えらいことない <laughs> やばい、それやばいやばいやばい。な<ん>か確かに、やばい。そう、想像しただけでも、やばいことになるなって今思って。確かに。確かに。だから人は散歩してないじゃないですか <laughs> 人散歩してないかも。まあ、あとあれか、会社の中の業務ルールだと、日中に散歩することが許可されてないみたいなのはあるのかもしれないですね。普通の企業だと。散歩禁止です。禁止。なんていうか、そのオフィスから出るのみたいな。<laughs> <laughs> あでも、うん、この前あの、商社に、大手商社に勤めてる友達がいるんですけど、うん、珍しい。うん、いるんですよ。あのうん、いるんですよ。で、僕の家からオフィスが徒歩圏でもあるんで、うん、なんか昼ご飯の時にうちに遊びに来て来ないよって言ったんですよ。うん、うん、したら、なんかその昼ご飯十12時から13時の間って決まってるみたいな。あ、そう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 ,そう。 俺、ええー、と思って。うん。そんなの人に寄らないみたいな。<laughs> <laughs> ほんとびっくりしちゃった。12時になるとぐっしゃーって人出てくるんですよね、きっと。エレベーター混んでるし、みたいいや、すごい日氷。やばい、うん。いや、日氷の塊ですよ。え、なんでそうなってんだろう。なんでやろうな。いや、まあでも確かになんかそういう、その人のワークエクスペリエンス考えると、 散歩が日中に許可されてる人の方が少ないのかもしれないって思い出しました。人権価格闘ですね、<laughs> これは。やばい。<laughs> うん、確かに。いや、そう考えるとやばいかも。いや、日本人がもっと散歩したら、もしかしたら日本の生産性めっちゃ上がるかもしれない。<laughs> 日本、そう、そうだね。ちょっと東京はっエレオ、うん、ようになるけど <laughs>。いや、いろんな散歩エピソードって、なんか、偉人の散歩エピソードあって、誰だっけなあの、古典ラジオで聞いたんですけど、 あのいや、もう誰,誰だか忘れたわ。あの、なんか、えらい本書いた人、マルクスだったかな。うんうん、マルクス・エンゲルス。なんか忘れましたけど、彼とかは、その、いや、もうちょっとだいぶ怪しいわ。資本論を書いた人でしたっけマルクスって。あ資本論だとすれば、マルクスですね。あなんか、資本論を書くときに、その、自分一人だと書きないかって言って、夜必ずその友人の家まで歩いていって、 で、その後、その友人に向かってブワーって喋って、その友人がその文章を書き留めて本を作っていったみたいな。えー、ああ、マ、うん、ルクスかも。そのエンゲルスが、なんで、ちょっと弟軍的な人ですたね。そうですよね。そうですよね。うん、えー、話とか、あと、ジャック同士は、うん、スクエアに出社するとか、ツイッターに出社すると、その、オフィス広大じゃないですか。広大というか、うんで、そこをひたすら散歩してるっていう話があったりとか。うん <laughs> <laughs> なるほど自由なタイプの北極熊ですね。<laughs> 確かに自由なタイプの北極熊は、そうやって散歩をうまく取り入れてる様子であると。なるほど。確かに、それはいいかも。うん。でね、あの、ちょっと散歩の環境も結構僕、大事だなと思ってて、あの、たまに、たまにとか、週に1回、会社出社して、会社の周り歩くことあるんですよ。 なんですけど、うん、会社の周り、その、ま、ひかりさんはご存知かもしれないですけど、まあ、普通の中なんか、なんですかね、こう、なんていうの、日本場所、下町の感じ。うん。で、かつなんか、基本的にはこう、繊維商社とか、オフィスのちっちゃいビルが並んでる感じなんで、あんま歩いてて、こう、ワクワクドキドキはしないんですよ。気持ちいいなとかもないんですけど、うん、昔住んでた豊洲とかだと、なんか海辺を歩いてたんですよ。東京湾の。うん。 ですごいも、歩いてて気持ちよかったし、なんか今はその山、山沿いに住んでるんで、こう緑がこうすごい歩いてると多いんですよね。でそれ見てると結構、は、はかどるなというか、散歩気持ちいいなってなるんで、なんか、環境結構大事だなっていうふうには思ってますね。環境結構大事っすね。うん。あの、大学院の時に、研究室で研究してて、 うん。で、なんか、4月くらいに何を思ったかみんな、その、研究室にある全パソコンのモニターの、あの、スクリーンセーバーを桜の画像にして、花見をしようって言った <laughs>。いや、ディスだ。スだ <laughs> あったんですようん、うんで。研究室の廊下にブルーシートみたいなのをいて、うん、もう全然楽しくなった。<laughs> <laughs> 理系陰性やりそうな花見ですね、それ。 やっぱ外だから楽しいんだよね。なん <laughs> でかわかんないけど。いや、それやばいディストピアだな。は、うん、なんか見てないけど、なんか外だといいんだよね。<laughs> あれはやばかった <laughs> もう、<laughs> 全然楽しくない。<laughs> いや、マジでメタバースですよ、ね、それ。<laughs> <laughs> あの、準備中は楽しいんだよね。うん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 。どの桜の画像にしようか、みたいな。そうっすね。 ちなみに散歩で言うと、俺一個思い出したんだけど、うん、あの、メルカリってさいろんな人いるじゃん。いろんな人いますね。なんか、一つ、あの、なんていうんですかね。あ、何チームだっけな、まあ。グローバルコミュニケーションズみたいなチームだったのかな。ああ、はいはい。なんか、その、やっぱり非ジャパニーズ馬車みたいな人たちと、イングリッシュスピーカーの間をうまく橋渡しするために、うまくをこう翻訳とか、うん 通訳とかをしてくれるっていうふうな、こう、なんていうんですかね。いわゆる、バイリンガルしかいない、こう、うん、専門のチームがあったんですよ。うんで。なんかこう、そのチームのカルチャー、非常にこう、なんていうんですかね。おしゃれなんですよね。うん。なんと、あの、ワンオンワンを散歩しながらするっていうのやってて。おおおおあの、オフィスに閉じこもってやるんじゃなくて、外出てコーヒーとかちょっと買って、うんうんうん。飲みながらこう、ワンオンワンするっていう。うん。なんか、 ウォークアンドトークってやつ <laughs>。すげえな、いいな。っていうのがワンオンやってて。かっけえと思って。うん、いや、それ名前もおしゃれみたいな。いや、おしゃれ、めっちゃわかる。めっちゃわかるんですけど、僕もやったことあって、うん。なんですけど、うん、ワンオンの人数がこう、線形に増えるに従って、ちょっともう無理、みたいな。疲れた。<laughs> うん。A さんのワンオンの後、B さんのワンオンで、なんかコーヒー買って歩いて戻ってきて、次 B さんに言いましょうって言って声かけて出るみたいな。うん はいはいはい。うん、しんどかったですね。え、だからさ、その、山って今さ、あの、一、うん、日のスケジュールみたいなやつ Google カレンダーの時間で分析してさ、どれくらい何時間使ってるとかあるじゃん,、うんうん。やってますね。だから、その、あの、万歩計を買ってさ、うん。<laughs> ミーティングを全部歩きながらやれば、どんくらいミーティングしてるかわかんじゃない。<laughs> ああ確かに。確かにね。でも、その、僕、歩数は一応人生の KPI の一個にしてて、 毎日はこの iPhone の何ていうんですかライフ何ちゅうけえライフキットヘルスキットヘ,ヘルスケアかヘルスケアアプリ。ヘルスケア毎日一応歩数を観測してて、はい、1>, その1週間の平均歩数が1万2千歩超えるように日々過ごしてるんですよね1週間の平均が1万2千一週間の平均が平均なんで合計すると1万2千かけ× 7なんで 8, 8万4千歩ぐらいを歩こうとしてます。うんうんうん。毎日。すごい多分それで3年ぐらいはもう行ってるんかなって感じですね。え、これって勝手に見れるの勝手に見れる俺。俺のやつはどこあった。<laughs> 君のやつは君の iPhone の中に入ってる <laughs>。今日はね、<laughs> うん。36歩 <laughs> でしょうね。 だってまだ起きてすぐでしょ。<laughs> うん。起きてそのままこれ取ってるから。<laughs> うん。36歩なんだ。そう。僕は5月の平均が13,297歩ですね。これ勝手に見れるんだ。そう,そう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 。平均12,000なんだ。うん。Y はこの1ヶ月で7,200。7,200。少なめですね。うん。まあ、でも悪くないですね。うん。 ああ4月は九千だから、うん。これめっちゃあれですね。まあの、天気の良さと比例してますね、これ。ああ、なるほどいや。これから下がりますね、きっと。下がるっすね。で、夏猛暑でまた下がるっしょ。そうっすね、下がりっすね、これ。うん。ね、いやー、やっぱり意図的に徒歩機会を創出しないと、やっぱ下がるわ、これ。<laughs> そう、意図的な徒歩機会の創出は必要です。うん、そうだね。やっぱ移動だけにこう、勇気をした徒歩数だと、うん、どうしても下がる、うん。うん、下がると思う。 うん。わかりました。はい。ということで。なんか他にありますか、うん、こう、徒歩のコツなど。徒歩のコツいやなんだろう。時間、時間がどうとか、歩き方がどうとか、コースを変えるのか、一緒はいいのかとか、いろいろあるじゃないですか、きっと。あ、ありますよねああ。ありますね。コースは結構変えてる。<laughs> なんか、毎日適当。本当適当。家に最後戻れればいいんで、<laughs> まあ、あまりこう決めずに、コースをこう行こうっていうことは決めずに、なんか、 あの、できるだけ通ったことがない道を通るみたいな。うん。のを意識してます。<ー> <laughs> まあでもそれでも最後は慣れていくんで、こう、今日はこっちの道かなとか、あっちの道かなってなっていくんですけど、住む場所を変えるといいのは、なんか知らない道と出会えるんで。わかる。それ自体結構楽しいんですよ。わかる。<laughs> お、こここう行くとここにつながんのか、へえ、みたいな。うん。うん。 それをこう自分のあるこうね足と目で確認できるのは結構楽しいですよ。なるほど。うん。ってのがあります。まあ、あと、なんか僕、ちょっと最近は、これ結構重要だったんだなと思ったんですけど、歩いてる時マスク <coughs>、基本的に外してるんですよね。うん。あのまあ特に散歩する時間、人がいない時間を割と狙ってはいるんですけど、とか、道も人が通らない道を狙ってんですけど、うん、なんかマスクダメだね。意識持ってかれるね。いや、よくない、本当に。 うん、いいこと1個もない。なんで、うん、まあ、その開放空間歩いてるわけなんで,で、自分自身も移動してるんで、まあ、ちょっとマスクは外させてもらって、基本しゃべんないようにはしてます。しゃべる相手もいないんですけど。いやー、外はもう、外で1人の人はマスクもいいと思うよ。<laughs> ね、あと子供も外させたいなとかはすごい思ってますけど。いや、絶対その方がいいよ、うん、本当にもう。うん。マジでねー。うん で,できればなんかこういうごついヘッドホンとかもあんまつけないで、うん、うん、うん。耳もできれば取らないで行ってますね。まああの、うん,う,んうん、うん、うん。聞きたいポッドキャストがあるとかもうしょうがないんでつけていくんですけど、基本はこう自分にその他の刺激を入れないで歩くっていう。その考えたいことだけは頭に一個入れて歩くっていうのが、自分なりにこうベスト散歩プラクティスですかね。ベスト散歩プラクティス。はい。 あと30分超えると疲れる。なるほど。うん。30分未満ぐらいがちょうどいいと思います。でも散歩してるときって時間なんかわかんないよね。ああ、わかんない。わかんないけど、うん、体の疲れで、疲れが、疲れすぎないなってぐらいで戻ってくると大体30分手前ぐらいなんですよお。獣や。獣の発想や。はい、1時間自分が歩いたら何歩になるのかって測ったんですよ。うんうんうん。で、すごい頑張ると6000歩ぐらいで。 で、5,500歩とかなんですよ。あ、でも1時間でも6,000歩しか行かないんだね。<laughs> そう。だから起きてる時間全部歩いたら、まあ8時間だとして六歩5、5万歩ぐらい。5万歩、なるほど。うん。それが五万歩がベスト散歩キャパシティだとすると、うん。まあ自分は1日その何割ぐらい歩いてるかな、みたいな。 でも、5万歩ってどういうこと ?5 万歩ってどう,いうどういうことっていうか、だってい、<laughs> い<や>一歩で60センチくらいあるじゃんもっとあるから80センチくらいあるのかなありますね、きっと。80センチかける5万歩っつったら、うんよ、400万センチだよ。うん。4万メートル、うん、?4 万メートル ?4000 メートルじゃん ?4000 メートル。4000メートル。4, 4, 4, 4キロ。うん。いや、嘘だ。 4 0 0 0ルじゃないか。4万メートル4 0キロ4 0キロうん。あれ、起きてる時ずっと歩いたら4 0キロまあ、そええ。確かに、損害じゃん。うん。でもまあ、8時間だから時速5キロか。そのくらいあるか。うんうんうん。おぉ、40万キロ移動できるの俺ら。4 0キロな。あ、40万 km な。4 0キロ4 0キロ4 0キロ 40km。40km だ。40km だ。4 0 k 4 0キロだ。だからマラソン1周。 頑張ったら歩けるんですね。ああ、なるほどね。面白いな、それ。マラソンっていい感じですね。一日マラソンできるんや。うん。歩いてたら絶対したくないな。うん、したくない。うん。激、激無だ、<や>それよ。40万、40万ちゃう ?40、40 <laughs>、40キロも。40キロ。40キロもランダムで歩いたらすごいスパゲッティだね。うん。 そんな感じですね。はい。はい。じゃあ。<laughs> じゃあ、じゃあみんな、<laughs> ベスト散歩プラクティス、BSP をよろしく。<laughs> はい。バイバイ。はい。皆さんいかがだったでしょうかヒカルさんが途中であの話してたあの、メルカリの GOT のトーク&、オークアンドトーク ですかね、私も実は GOT のメンバーとワンオンワンをしてた時にあの誘われてやったことがありますですごいなんかおしゃれだなって私も思ったんですけどこれ1個ですねあの難点がありまして、まあ、基本ワンオンワンって皆さん、まあ、あのやられてる方は30分で、ね、セットされる方が多いと思うんですけどメルカイの場合も30分であのコーヒー買ってあのまずエレベーター降りてコーヒーを注文して受け取ってだけでも十10分ぐらいかかるんですよね。 で実質の次のミーティングもあったりとかするともうあのちょっと歩く時間は5分とか。 もう長くてせいぜい10分ぐらいでもうすぐ戻んなきゃいけないみたいなことになってなんかあの六本木ヒルズでやるにはちょっとあんまり向いてなかったなっていうふうに思った記憶がありますあとあの視覚情報がですねあの六本木ヒルズの場合すごく多くって周りでなんかこう面白そうなイベントやってたりとかなんかこうあれ有名人じゃないみたいなこともあったりしてあのワンワンワンには全く向いてなかったですもうねあの時間に余裕があるこうなんですか普通にお散歩とか まあ例えば1時間もじっくり話したいとか何かまあそういった趣旨であればあのいいのかなというふうに思ったんですけど普段使いいいするには向いてないウォークトークでしたまあでもすごいいい試みだなというふうに思ってあの見てましたがはいあの皆さんの向き不向きに応じたあのワンオワンとお散歩をしていただければなと思いますちなみに私もですねたまにあの意識してするようにしていてあの よくポッドキャストを聞きながらあので木曜日があのフリーアジェンダの大体収録なんですけど収録したやつをすぐ聞くようにしてるので木曜日に意識的にこう歩くこあの集中的に歩くことが多いです。ということで皆さんまたあのよければ感想など「えっと、ハッシュタグフリーアジェンダをつけてツイッター等で教えていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。